まず閣議の概要について申し上げます。一般案件と三件、政令人事が決定をされました。大臣発言として、文部科学大臣から、国立大学広報人の長の人事について、ご発言がありまして、内閣総理大臣臨時代理たる私から、海外出張不在中の臨時代理について申し上げました。また本日の閣議で決定された内閣官房の人事はお配りしたとおりです。私から以上です。はい、NHK 山田です。よろしくお願いします。津波注意報についてお伺いいたします。午前8時ごろの地震で気象庁は伊豆諸島と小笠原諸島に津波注意報を発表しました。現時点での被害の把握や政府対応、また注意の呼びかけについてお話しください。はい、鳥島近海で発生いたしました地震に伴い、24日8時20分に伊豆諸島および小笠原諸島に津波注意報が発表され、八丈島八重根で 0.5 メートル、神津島 0.2 メートル、三宅島坪田、阿古および伊豆大島で 0.1 メートルの津波が観測されました。これまでのところ被害の情報はないとの報告を受けております。政府としては津波注意報発表後、直ちに官邸危機管理センターに情報連絡室を設置し、情報収集に当たっております。現在も津波注意報が発表されており、注意報が出ている地域の皆様におかれては、海岸に近づかないようにお願いをいたします。また自治体や気象庁からの情報のほか、テレビ、ラジオなどの情報にも注意しつつ、落ち着いて行動していただくようにお願いをいたします。はい、共同通信坂口です。話題変わります。昨日のロシア軍機による領空侵犯事案について伺います。ロシアへの抗議に対してロシア側からどのような説明があったのかを伺います。中ロは23日から宗谷、海峡から、太平洋に向けて共同航行、艦艇の共同航行をしておりますけれども、侵犯した、背景をどのように分析しているのか、また領空侵犯事案で、官邸に、官邸情報室を、設置する、情報連絡室をごめんなさい、で情報連絡室を設置するのは異例の対応ですけれども、こうした、対応をした理由についてもお尋ねします。はい、昨日のロシア軍哨戒機による3度にわたる領空侵犯につきましては、航空自衛隊の戦闘機を緊急発進させ、無線による通告および警告に加えて、対領空侵犯措置を開始してから初めてとなりますフレアによる警告を実施するなどの対応を実施したところであります。今回のこのような領空侵犯は我が国の主権の重大な侵害であるだけではなく、安全を脅かすものであり、全く受けられるものではないと考えております。昨日ロシア政府に対して外交ルートで極めて厳重に抗議を行い、再発防止を強く求めたところでありますが、我が方からの抗議に対するロシア側の反応については、外交上のやり取りであり、お答えすることは差し控えたいと思います。また今回のロシア軍機の行動の意図、目的については、中ロ共同演習と関連している可能性も考えられますが、確たることをお答えすることは差し控えたいと思います。今般の事案については、発生当初から関係省庁で連携して対応してきたところでありますが、3回にわたり、同一機が領空侵犯を繰り返し、さらなる領空侵犯の発生も懸念されるという特異な状況でありました。このような状況に鑑み、さらなる領空侵犯に備えて、政府全体で対応に万全を期すため、官邸に情報連絡室を設置したものであります。いずれにしても政府としては、我が国周辺空域におけるロシアの軍事動向に対し、引き続き強い関心を持って注視するとともに、警戒監視に万全を期してまいりたいと考えております。朝日新聞の笹川です。経済産業省がトランスジェンダーの女性職員に対し、職場から2回以上離れた女性トイレを使わせたのは違法と判断した最高裁の判決から1年以上が経ちましたが、現在も制限が続いていることが分かりました。経産省の対応は問題ないと認めた判定を取り消された人事院も新たな判定を出していません。政府として制限が続いている状況についてどう考えるか、見直す考えがあるか見解を伺います。はい、ご指摘の最高裁判決は、職員からのトイレ利用に関する行政措置要求について、人事院の判定のうち、トイレの利用制限を妥当としていた部分が取り消されたものであります。判決を踏まえて、現在、人事院において再判定に向けた検討を進めるなど、
本件の解決に向けて人事院と経産省において対応していると承知をしております。特に最高裁判決の補足意見の中には性的マイノリティに関する経産省職員への理解醸成の取り組みが不十分だったという指摘もありまして、この点を踏まえて経済産業省では全職員を対象とした LGBT に関する検証を実施するなどの取り組みを進めていると聞いております。詳細については人事院及び経済産業省にお尋ねをいただきたいと思います。いずれにしても政府としては昨年6月に成立をいたしました、性的指向ジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解増進法に基づく取り組みを含めて多様性が尊重され、性的マイノリティの方もマジョリティの方もも含めたすべての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる社会の実現に向け、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。はい、時事通信の木田です。話題変わります。石川県などでの大雨について現在把握されている最新の被害状況と政府対応について教えてください。はい、今回の大雨による石川県の被害につきましては本日7時30分時点で7名の方がお亡くなりになったほか、行方不明の方2名、安否が不明の方4名、との報告を受けておりまして、被災現場においては引き続き警察、消防、自衛隊による捜索、救出、救助活動が行われております。お亡くなりになった方に哀悼の意を表するとともに、被害に遭われた方々に心からお見舞いを申し上げます。このほかライフラインについては石川県の約3500戸で停電が発生、石川県の輪島市、珠洲市、能登町の約5100戸で断水が発生、石川県の輪島市、珠洲市など4市町で固定電話、携帯電話のサービスに支障が出ております。交通については能越道の通行止めは解消されましたが、国道249号の5区間で通行止めとの報告を受けております。また輪島市、珠洲市、能登町の56カ所で孤立が発生しているため、警察、消防、自衛隊、国土交通省、テックフォースを中心に、安否確認や道路の開通作業、必要な物資の輸送支援等を行っておりまして、引き続き孤立の解消に向けて全力を尽くしてまいります。石川県からの要望を受けまして、昨日内閣府防災担当の審議官を同県に派遣し、さらに内閣府職員2名を派遣することとしているほか、本日以降能登半島地震での職員の応援派遣経験がある県市のご協力のもとで、輪島市、珠洲市、能登町に対し災害対応の応援職員を順次派遣することとしております。引き続き総理の指示に基づき、今回の被災地が能登半島地震からの復旧復興の途上であるということも踏まえつつ、地元自治体と連携をし、被災地のニーズをよく把握し、対応にあたってまいりたいと考えております。はい、この後国会議程等ございますので、最後一問簡潔にお願いできますでしょうか。日経新聞田中です。関連でお伺いします。豪雨に関連して、昨日立憲民主党の代表選で昨日立憲民主党の代表選で新代表に選ばれた野田元首相が早急に補正予算を成立させるべきだと指摘しています。政府として今回の豪雨に対する予算措置の必要性があるかどうか、あるか考えと考えるか伺います。はい、能登の大雨被害につきましては、今回の被災地が能登半島地震からの復旧復興の途上であることも踏まえつつ、引き続き被災状況を注視し、地元自治体のニーズをよく把握して対応することとしております。予算面につきましては、まずは既存の地震対の予算等を活用して必要な対応を行いつつ、地元自治体のニーズをよく把握し、必要に応じて予備費も活用をしながらですね、災害対応に万全を期してまいりたいと考えております。はい、ちょっと時間がないんで失礼します。はい。